アメリカ陸軍ナンバー101ドラムヘッドギャラリーにある鉄道会社のドラムヘッドの展示ロンドンノースイースタン鉄道イギリス国鉄 A4 ナン、no. バー6 8ドワイト D ・アイゼンハワー号座ビクター・マッコーミック・トレーンパビリオン・フレデリック・ジェレンフェステ・センターアメリカ国立鉄道博物館はアメリカ合衆国のウィスコンシン州グリーンベイ郊外にある鉄道博物館である ボランティアなどによって1956年に設立されたこの博物館は鉄道専門の博物館としてはアメリカ合衆国で最古のうちの一館であるアメリカ国立鉄道博物館は鉄道車両や一世紀以上に及ぶ鉄道事業の大規模なコレクションがありゼネラルモーターズのエアロトレインユニオンパシフィック鉄道のビッグボーイ4017号機 そしてイギリス国鉄の A4 型68号機、ドワイト D ・アイゼンハワー号をはじめ、歴史に残る機関車も、複数所有している。また、第二次世界大戦中にイギリスとヨーロッパ大陸の連合軍最高司令官と関係者が使用した列車も所有している。鉄道車両に加えて、多種多様の鉄道の構造物、 アーカイブおよび写真撮影のギャラリーを収納する建物があり、敷地を周回する標準機の線路もある。そして川とグリーンベイの景色を見渡す80フィートの木製の展望台もある。毎年恒例のトーマスイベントデイアウトウィズトーマスを主催し、その日は機関車トーマスが展示車両を牽引する。アメリカ国立鉄道博物館の起源は地元住民が 全米の鉄道史というコンセプトで、博物館を始めた1956年に遡る。2年後、連邦議会はこの博物館を、アメリカ国立鉄道博物館として認めた。以来、博物館は、鉄道事業と人々の生活への関わりを理解を、進めるための私費運営の教育組織として、運営している。一両の蒸気機関車を獲得することから始まった。 鉄道博物館はアメリカ全土で最大の鉄道博物館の一つとなった。現在、毎年7万5000人以上が訪れている。今日では12人の専門の職員と100人以上の無給の職員が世界中からの訪問者を還元している。ウィスコンセントラル鉄道 715GP30GG1 ナン、no. バー4890 展望車シルバースピリットの内部ミルウォーキー鉄道の丸屋根の車掌車シカゴグレートウェスタン鉄道丸屋根の車掌車エアロトレイ 2285S ブロードウェイグリーンベイ Y54304USA ありがとうございます